西山ゆかりはゴルフネットワークのピンクリボン運動を応援します。ピンクリボンっていう言葉を聞くとこう自分の中でもハッとするといいますか、定期的に1年に1回はちゃんと検診に行かなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですけど、今日もハッとしてます早期発見、早期診断、早期治療。